父の遺書にある片時も忘れてはならぬ、片時も忘れてもならぬというのも、まあ、よくあの詩のとこで、子供らへ向かってね、そこまで厳しく書いちゃうと思ってね、我々子供たちにとってみたら大変だってこういささか退いてたところがあるんです。でも今の時代になって、この年になってしまって、そうはいかない。もう一回見直す。